では続きまして、京都大学の高瀬先生お願いいたします。どうもこんにちは。京都大学の高瀬と申します。えっ、ー、とまあ、弾丸プレゼンっていうのがこの回あって、えっ、ー、と申し込める時に申し込むんだと思ってたんですけども、もまあ、そういうわけでもなかったみたい。なんでまあ。<laughs> 頑張ってやっていこうかなと思ってます。で、えっ、ー、と、なんか若手の回と思いきや、もう私も若くないんで、格好だけ今日は若くしてきたっていう感じです。で、えっ、ー、と、まあ自己紹介なんですけども、こんなんもん長いんで映っ飛ばしますけども、まあ要するに組み込みとか IoT のまあソフトウェアとかハードウェア、システムを作ってるような人です。で、えっ、ー、と、全体的な研究テーマとしては、かっこよく言うと、えー、組み込み IoT コンピューティング基盤を支えるプラットフォーム技術と設計方法論っていうのなんかよう長い。 名前なんですけども、えっと、簡単に言ってしまうといいものを誰でも楽に作ることができる世界へっていうのを目指しています。えっと、皆さん、ないろいろ実装してで世界に発信してすごいなと思うんですけども、えっと、まあ私、全然物作れなくてそれやるのすごい辛いんですね。なので、そういうついいていうのを簡単にするっていう世界を目指したいなと思っています。ということで、えっと、要はまさに大 IoT 時代ということで今日も 発表で IoT、IoT っていっぱい出てきましたね。で、IoT って何なのかっていうふうに言うと、まあ、いろんなことを言えると思うんですけども、まあ、いろんなものをつなげて、で、新たな社会的価値を創造しよう。まあ、要するに IoT っていうのは情報科学の総合格闘技だっていうようなことが言えると思います。で、システムってことは何か作んなきゃいけないわけで、作るっていう場合は、プログラミング言語が必要なわけですね。で、世の中百科でオランで、まあ、いろんなプログラミング言語があって、で、クラウドで,ウドで何作るとか、 えーエッジサーバーでデバイスで何を使って何を作るみたいなのが非常にまあ宗教戦争じゃないんですけどもそういったようなえ難しい課題があるわけですそこで私が考えてるのが考えてるというかえ着目してるのがエリクサーってやつでエリクサーって何ぞやって調べたらえと肌を最高の味方にするやつではなくてえとちゃんとしてエリクサーっていうプログラミング言語っていうのがありますでエリクサーは何かとすうと平行処理の機能や関数型といった 特徴を持つなんちゃらかんちゃらとか、なんかプログラミングだパラダイムがなんちゃらかんちゃらって言ってるんですけども、まあ、あの、3分のプレゼンじゃようわからんので、これだけ覚えて帰ってください。えっ、ー、と、エリクサーっていうのは全です。全って何ぞやっていうと、全っていうのは、えっ、ー、と、様式美ですね。で、プログラミングの本質っていうのは、えっ、ー、と、ソフトウェアの本質、あるいは情報システムの本質っていうのは、えっ、ー、と、データの流れです。データの流れをきれいにかけるっていうのが、エリクサーの非常にいいところで、まあ、詳しいことは言わないですけども、えっ、ー、と、 まあえっと、ENUM とか FLOW とかパイプ演算子っていうこういうものを使うと,、えー、とデータの処理の流れをすっきりかけて、えーとまあ、直感的にプログラミングできるのがいいんじゃないかと。で、データの流れがかけるってことは IoT に非常にいいんじゃないかなと思っていて、でそれで NERVES っていうフレームワークがあるわけですね。で、もうあと10秒ぐらいしかないので飛ばしますけども、これだけ覚えて帰ってください。えっと、NERVES はエリクサーで IoT の Now でヤングなクールなすごいやつです。で <laughs> 私が目指しているのは、IoT 開発がエリクサーだけでできたら、すげえいい世界ができるなと思っているんですけれどもで、それだけ言って,てもしょうがないので、ちゃんと研究もしましょうということで、えーと、こういうようなことをやってますけれども、こんな時間もありませんので、今日覚えて帰ってほしいのは、えー、IoT が情報科学の総合格闘技であるということと、IoT 開発、エリクサーだけでできんじゃねっていうふうに考えている人が、えーと、高瀬秀樹という人がいますので、えーと、メールはめんどくさいので、えー、SNS、Twitter、Facebook、GitHub、えー、あと Slack とかで、えー、アクセスいただければと思います。 ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。